考実験シリーズ。今回は、哲学者トマス・ネーゲルのコウモリであるとはどのようなことか、という思考実験を紹介するよ。コウモリか。前に森の奥で飛んでいるのを見たことがあるけど、どんな話なんだろう？まず、自分がコウモリである姿を想像してみてください。すると、腕に翼がついていて、それを使って、夕暮れや明け方にその辺を飛び回っている姿が目に浮かび、空を飛ぶことは怖い。けれどちょっぴり楽しいと感じるかもしれません。口で虫を捕まえているところを想像し、虫を食べるだなんて気持ちが悪い。でも食べなきゃ死んじゃうと感じるかもしれません。あるいは視力が非常に弱くて、周囲を高周波の反響音システムによって知覚している様子を、思い浮かべるかもしれません。そして、明るい日中は暗い洞窟の中で逆さまにぶら下がっている姿を想像し、洞窟の天井にぶら下がって眠るなんて変な眠り方だ。落っこちないかな、と心配になるかもしれません。しかし、これらの想像は、本当にコウモリであるとはどのようなことかを想像したことになるのだろうか？ネーゲルの答えは、私たちが想像するのは、私がコウモリのようなあり方をしたとすれば、それは私にとってどのようなことであるのかに過ぎない。コウモリであるとはどのようなことかを理解するには、コウモリにとって、コウモリであることがどのようなことかを知る必要がある。しかし、それは私たちには不可能であるというものだった。確かに、どこまで行ってもそれは私たちにとっての想像で、コウモリ自身がどう感じているのかはわからないよね。特に、コウモリが超音波を発して、壁や餌を認識することを、どのように感じているかは、ちょっと想像しづらいよね。ネーゲルは、この論文の中で、その生物の心にとって、本質的なのは意識体験であると考えている。ちょっとその箇所を引用してみよう。おそらく意識体験は、宇宙全体に渡ってたの太陽系の他の諸々の惑星上に、我々には全く想像もつかないような無数の形態をとって生じているのである。しかし、その形態がどれほど多様であろうとも、ある生物がおよそ意識体験を持つという事実の意味は、一定であり、それは根本的には、その生物であることはそのようにあることであるような、その何かが存在する、という意味なのである。意識体験という形態には、これ以上の意味が含まれているかもしれない。生物の行動に関する意味さえ、私には疑わしく思われるのだが、含まれているかもしれない。しかし、根本的には、ある生物が意識を伴う心的諸状態を持つのは、その生物であることは、そのようにあることであるようなその何かが、しかもその生物にとってそのようにあることである、ようなその何かが存在している場合であり、またその場合だけなのである。つまり、コウモリに限らず、人間の心を理解するためにも、意識体験を理解することは重要なんだ。ネーゲルはこの論文で、物理主義還元主義を批判している。物理主義とは、この世界は心も含めて、すべて物理的な運動として説明できるという立場だよ。特定の心の状態を特定の脳の状態と同じであると同定したり、還元することで説明できると考える。脳科学、神経科学、コンピューター機能主義などの還元主義は、意識体験を説明できない。つまり、心を説明するには、意識体験の主観性何々であるとはどのようなことかを説明する必要がある。ちなみに、コンピューター機能主義とは、心はソフトウェアのようなものであり、脳というハードウェアの上で成り立っているという考え方のことだよ。ネーゲルの議論は理解できたけど、意識体験の主観性って、一体どんなものなのかがいまいちピンとこないかな。じゃあここで、一つクオリアの実験をしてみよう。見えたものを答えてね。さあ何が見えるかな？赤い丸？今のマリサの心の状態をマリサは赤い丸を見ていると客観的に記述することはできるけど、その今、感じている、赤い感じそのものはマリサにしかわからないよね。その赤い感じこそ、意識体験が主観的な性質を持っているということなんだよ。そして、この意識体験の主観的な性質を、クオリア、感覚質と呼んだりするんだ。もう少し、続けてみよう。じゃあ、こっちは？青い丸かな？それではこれはどうかな？赤い丸と青い丸だね。今、マリサは赤い丸と青い丸を区別したけど、マリサにとって、赤い漢字と青い漢字は別のものだということだよね。還元主義は、私たちが赤い色と青い色を区別する弁別能力を持っていること自体は説明できるけど、その時に、体験する赤い漢字、青い漢字といったクオリアを説明することができない。それがネーゲルの批判のポイントなんだ。実際の意識体験はもっと複雑だけど、なんとなくイメージは伝わったんじゃないかな。意識体験は実際に自分が感じている経験なんだね。ちなみに、このクオリアという言葉を広めたのが、以前、グルーのパラドックスの動画で紹介した、哲学者ネルソン・グッドマンなんだ。日本だと脳科学者の茂木健一郎さんなんかが有名かな。昔、テレビでよくクオリアの話をしてたよね。
ネイゲルがこの思考実験で伝えたかったことは、1986年に書かれたどこでもないところからの眺めという論文でより明確に書かれているよ。この世界には、中心を持たないどこからの眺めでもない視点、つまり客観と、今、ここからの視点、つまり、視観の二つが含まれている。どこからの眺めでもない視点を代表するのは、科学的説明だけど、科学は誰にとっても明らかな事柄を明らかにするものだ。つまり、霊夢の科学、マリサの科学とそれぞれ全く違ったものを目指すのは、科学的説明ではないよね。誰にとっても正しい知識を求めるのが科学だね。そして、それは三人称的という性質を持つ。さっきの例で言えば、マリサは赤と青を辨別できる、という三人称表現で表されるということだね。さらに、ある心理状態にある時の脳の状態というのは、例えば FMRI などを用いて、脳の活性部位を調べる場合のように、外側から見た視点から調べられる。どこからの眺めでもない視点、客観はこういう性質を持つ。一方で、今ここからの視点視観は、意識体験に代表される。そして、それは私には赤い丸が見えるという時の体験そのものであり、いわば頭の中からの視点なんだ。そして、この経験を何々であるとはどのようなことかという言葉で、ネーゲルは表現しているんだ。なるほど。意識体験が心を説明するにあたって、大切な要素なのは理解できたけど、その後どうしたらよいの？それに対しては、様々な立場が入り乱れて議論が続いているけど、大きく分けると中心を持たないどこからの眺めでもない視点で、今ここからの視点を説明できる。つまり科学的な視点で意識体験は説明できると考える、唯物論的な立場、一元論と、説明できないという立場、二元論に分けられるよ。二元論って、デカルトみたいな立場なの？デカルトの二元論については、過去に詳しく解説した動画があるのでそちらもぜひ見てほしいけど。デカルトの場合、世界は、因果法則に支配された物理的実体と自由な心的実体からなっているという、存在論的主張、つまり世界は異なる二つの実体からなるという主張だったけど、現代の二元論は、基本的に物理的な世界に、心が存在していること自体は認めている。ただし、心には、意識体験のように科学的な説明に馴染まないものがあるといった立場が多いかな。何が現実に存在するかという存在論の議論では、唯物論だけど、それをどう説明するかという認識論の議論では、科学的説明と心特有の性質の二つがあると考えるんだ。つまり、指先に痛みを感じるという説明は、B 神経細胞の活性化であるという科学的説明と同一ではないという立場だね。デカルトの実体二元論と区別して、性質二元論と呼ばれたりもする。なるほど。こういう心の哲学の話って面白いんだけど、哲学って、もっとこう生き方とか、何が善かみたいな議論の方が大事なのかと思っていたよ。うん。最後に、この思考実験を考えたトマス・ネーゲルについて紹介しながら、その問題について考えてみよう。ネーゲルは、1937年7月4日生まれのアメリカの哲学者で、カリフォルニア大学バークレー校で教壇に立った後、現在は、ニューヨーク大学で教えている。専門は、政治哲学、倫理学、心の哲学、認識論だよ。ネーゲルは、今回取り上げた心の哲学や認識論の研究だけでなく、政治哲学や倫理学についても、活発に議論を展開しているんだ。1990年には、オックスフォード大学のジョン・ロック講義の講師を担当している。この講義は、英米圏を代表する哲学者たちが、毎年交代で連続講義を行うものなんだけど、どの講義もなかなか面白いから、いずれジョン・ロック講義自体の動画も作りたいと思っているよ。講義が書籍化されている場合もあるし、2001年以降のものは、オックスフォード大学のホームページで、スライド資料と録音音声データが公開されているから、気になった人は見てみてね。このジョン・ロック講義で、ネーゲルは平等性と偏在性というテーマで講義を行っている。講義の内容は、集団の主張と個人の主張との間の対立を扱ったものなんだ。その上で、対立の本質を明らかにしようと試み、その和解が、いかに正当な政治システムを考える上で、本質的な課題であるかを論じている。この講義、テーマは倫理学や政治哲学の話なんだけど、その基礎にあるのは、中心を持たないどこからの眺めでもない視点、客観と今ここからの視点、視観の対立なんだ。つまり、集団の主張、客観とされるものと個人の主張、主観とされるものの対立が扱われているんだ。このように考えると、認識論や心の哲学での議論を土台として、倫理学や政治哲学の議論が発展するという関係が見えてくると思う。何が事実かという話が、私たちの生き方の話の土台になるわけだね。うん。ただ今回扱ったような、意識体験の謎をめぐる議論はすぐに答えが出る問題ではないから、実際には、同時並行に議論を進めていくというのが現実的なんだろうね。意識体験の謎については、その後、フランク・ジャクソンのメアリーの部屋や、
意識のハードプロブレムを解いたデイビッド・チャーマーズの哲学的ゾンビなど、多くの思考実験を生み出しているから、また今度、それらの思考実験も取り上げたいね。楽しみにしているよ。今回取り上げたコウモリであるとはどのようなことかという論文は、1974年発表の原文はオンラインで無料で読めるし、永井仁志先生による翻訳もあるので、ぜひ実際に読んでみてほしいよ。特に、翻訳は論文集を訳したものなので、コウモリ論文以外の倫理学についての、ネーゲルの論文も読めておすすめです。どこでもないところからの眺めも翻訳があるので、その後の議論を知りたい人には参考になると思います。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。